フアンコルティナフアンネッポムセのコルティナゴセアコチェアは、メキシコ人農場主、政治家。リオグランディア地域で、テキサスのアングロ人による、メキシコ人、メキシコ系アメリカ人への暴虐行為に立ち向かった、民衆のヒーロー。フアンコルティナは1824年5月16日、メキシコのタマウリパス州カマルゴで牧場を営んでいた、両親の間に生まれた。3歳の時、 テキサスのリオングランデタニカリュの町またモロスと、ブラウンズビルにまたがる広大な土地を母親が相続することになり、家族で引っ越す。1846年、彼が22歳の時、ザカリー・テイラー将軍率いるアメリカ合衆国陸軍は、当時メキシコが主張していた、米北国境であるヌエセス川を越境して、メキシコ領内に侵入した。この侵軍を阻止するために、 またもロスに派遣されたマリアーのアリスタ将軍配下のメキシコ軍にコルティナは参加する。アリスタ将軍はコルティナに対し近在のボクフラを集めて軍隊を組織するよう命じた。この非正規軍である騎兵連隊をコルティナが指揮し、米牧戦争の発端となったパロアルトの戦いやレサカデラ・パルマの戦いなどに参戦した。米牧戦争が1848年2月2日の グアダルーペイダルゴ条約により集結し、新しい国境が策定されたため、コルティナ一族の保有していた土地の多くが米国領となってしまった。新しいテキサス州当局者は彼の土地所有の主張の多くを無効にしたが、それでもコルティナは南テキサス民主党の要職につき、依然として大農場主であった。他のメキシコ人土地所有者の多くも同様に土地を奪われ、 ブラウンズビルの有力な弁護士と判事のグループを相手にアメリカの新しい法律に無知なメキシコ人から土地を奪ったとして訴えるなど対立が次第に深まっていった。人間を装った吸血鬼ともは猛獣狩りをするようにメキシコ人を追いかけ殺しまた投獄することで財産を強奪していった。と彼は書き記している。彼自身も牛泥棒の角出にどうほど起訴された。 しかし、彼はすでに多くの貧しいテハーノらの指示を得ており、この基礎がアングロ人による単なる嫌がらせに過ぎないと分かっていたので逮捕されることはなかった。テハーノの権利を守る目的でコルティナは紙幣による軍隊を組織し、実際にそれはある程度機能した。その結果彼は貧しい階層の人たちのリーダー的存在となり、アングロ人による権力の乱用に立ち向かうヒーローと、 見られるようになった。1859年7月13日、コルティナとブラウンズビル当局者の緊張はついに暴力という形で爆発した。この日、ブラウンズビルの保安官であるロバート・シアーズがコルティナの元使用人であるトマスカブレラを痛めつけているところにたまたまコルティナが通りかかった。コルティナが この一件は自分に預からせてくれと頼んだが、保安官がメキシコ人の癖して何を言ってやがると答え、暴行を止めなかった。コルティナが空に向けて威嚇射撃を行っても、シアーズ保安官はまだ暴行を続けたため、今度は肩を打った。そして、カブレラを馬に乗せて、町を出た。翌週以降、緊張が高まっていき、ついに9月28日、 コルティナは40内市80人の手勢で、ブラウンズビルを襲撃、占領した。この襲撃で、彼がその敵として捉えたいと思っていたもののほとんどは、すでに町から逃げ出してしまっていたが、一人の刑務所監視を含む5人を、メキシコ人虐待の角で処刑した。ブラウンズビルの有力者数名が、リオグランデ川を渡り、またモロそを訪れ、コルティナに影響力を持つホセマリア・カルバハルに、 面会して説得を行った。コルティナは了解して9月30日にはキャメロン郡のサンタリタにある自分の牧場に引き上げた。この引き上げに際して声明文を発表した。内容はテキサスに住むメキシコ人の権利を主張し、この権利を犯す者は罰せられることを要求するものだった。ブラウンズビルではコルティナが撤退した直後に町の有志20人ほどで ブラウンズビル・タイガースと称する時警団を結成し、またアメリカの報復を恐れたマタモロスからも民兵が送られてこの時警団に加わった。この時警団は町に舞い戻ったトマス・カブレラを再逮捕した。11月に入り、ブラウンズビル・タイガースはコルティナが数マイルしか離れていないサンタリタの母親の牧場にいることを突き止めメキシコから送られた。 キャノンに門を装備して襲撃を行った。しかし、コルティナ軍に簡単に破れ、キャノンまでも露獲されてしまった。コルティナはカブレラを釈放しなければ、町を焼き払うと警告した。その直後に、ウィリアム・トービンが率いるテキサス・レンジャーの中隊が合流したが、彼らは規律も何もないゴロつき集団であり、翌日には状況を考えずに、カブレラを吊るし首にしてしまった。 さらに、コルティナの潜む農場の襲撃を試みたが、これまたあっさりと撃退されてしまった。11月23日にコルティナは、第二の宣言を発表した。内容は、テキサス州知事サミュエル・ヒューストンに宛てたもので、テキサスに住むメキシコ系住民の財産の正当な保護を訴えるものだった。12月になると、テキサスレンジャーの別部隊が合流した。こちらは、人数も多く、 かつ統制が取れていた。さらにサミュエル・ハインツェルマン式の合衆国陸軍も到着した。12月7日、フォードとハインツェルマンの合同軍はコルティナ軍と回戦し、コルティナ軍は60人以上の犠牲者を出し乾杯。コルティナはメキシコのブルゴス山中に逃げ込み、第一次コルティナ戦争は幕を閉じた。その後一年以上、コルティナは姿を現さなかったが、テキサスが、 合衆国を離脱し南北戦争が勃発した1861年、北軍協力者になったコルティナがザパタ軍のカリーゾを襲撃した。これが第二次コルティナ戦争と呼ばれることがある。この襲撃はサントスベナビデス率いる南軍部隊とのカリーゾの戦いで敗北を起死し、18人を失い再びメキシコに逃げ込んだ。 ファルティナによる米国内における組織的な戦闘はこれ以降発生していない。1862年、フランスによるメキシコ侵攻の端緒となったプエブラの海戦では、イグナシオ・サラゴザ将軍率いるメキシコ軍に参加し、フランス軍撃隊に一役買ったが、その後フランスが盛り返してメキシコシティを占領する過程では一時的にフランス側に組みし、 タマウリパス州での自分の地位を確固なものにした。そしてすぐにまた、メキシコ側に立ち、紙幣を組織して、タンピコに上陸しようとしたフランス軍を撃退するなどの戦果を上げ、メキシコからのフランス軍総統に貢献した。テレタルでの皇帝マキシミリアン処刑も現場で立ち会った。この間、メキシコでは政府関係者不在の状態が続いたため、 1864年と65年の2度、コルティナは自らをタマウリパス州知事及び北部メキシコ軍の将軍に任命した。66年にも同様なことを行ったがこの時はタピア将軍に従って辞任した。1870年、コルティナが再び国境付近に戻ってきた時には彼に対するテキサスのアングロ人の感情も変わってきていた。すなわち、 南北戦争で北軍に協力し重要な役割を果たしたというもので、これにより、ブラウンズビルでの行事に何度も来賓として招待され、ついには、ブラウンズビルの前市長を含むリオグランデ谷地域の有力者41人の署名を集めて、コルティナ戦争における犯罪容疑の斜面単眼が行われた。この単眼は1871年、 衆議会の第二読解で否決されてしまったが、コルティナはメキシコ系及びアングロ系双方から同情された。メキシコ側においても同様で、彼は順庄に任命され、タマウリパス州最大の部隊をコルティナ部隊と命名するほどであった。しかし、コルティナの栄光の日々も長くは続かなかった。コルティナはトゥシテペック計画やディアスを支持し、 ディアスを大統領に擁立するクーデターのために、拒兵したこと、及び逃亡した将軍らをかくまったことが、ベニートフ・フアレスやその政権を引き継いだセバスチャンティ・ハダ、大統領の怒りに触れた。1875年、テキサスの裕福な農場司かさどから起こされた、家畜泥棒の訴えを口実として、コルティナは逮捕されメキシコシティに送られた。 翌1876年11月29日、ディアスが大統領に就任し、一旦はコルティナもタマウリパスに戻ることを許された。しかしタマウリパスで再び兵を集めようとした矢先に、ディアスがコルティナに対する拘束命令を出し、二度目の習慣となりメキシコシティに逆戻りした。ディアスがなぜコルティナ逮捕を決意したかについては、様々な要因が挙げられるが、一番には、 コルティナの玉売りパスに対する執念であり、このことがディアスにとっては信頼できず、また、不安定なものと移り、しかもコルティナはそれまでに何度も裏切りを行ってきた、実績を持っていたことが指摘される。また、南テキサスの大農場主からディアスに対して5万、ドルとも20万ドルとも言われる寄付が行われ、その目的は、 コルティナの米国領への襲撃行為を止めさせて欲しいという請願であった。最も重要なのはディアスは政府を絶対的なコントロール下に置きたかったことであり、わずかでも彼の考えに逆らうような兆候が見られるものは理由によらず、それを除去しようとする性格から来るものだと考えられている。さらには、米国政府ではコルティナの過去の行動から依然として テキサスのキャメロン軍を自分の町として統治する野心を抱いていると考えており、この心配を除去したいというプレッシャーをディアスに与えたことも考慮する必要はあろう。長い間コルティナと敵対関係にあったホセカナレス。将軍が逮捕命令を執行した。実際は拘束して射殺せよと命令されていたが、タマウリパスの民衆による報復を恐れてメキシコシティに連行。 裁判も判決もなくサンティアゴ・トラルテ・ラルコの軍、刑務所に収監された。10年以上後の1890年に解放され、大きな農場を与えられたが、以降コルティナが、メキシコで権力を持つことはなかった。1894年10月30日、メキシコシティのアスカポツ・アルコで死んだ。ありがとうございます。